こんにちは、動画ファンの成田です。今回はずっとおしゃべりができてしまうチャット GPT アプリを使って会話を楽しんでみたいと思います。さて、昨年から話題となっております AI のチャット GPT、 もう皆さんいろいろ使ってみたのではないでしょうか。このチャット GPT のスマホ版アプリがとんでもなくすごいことになっているんです。というのが、音声で会話をするように楽しむことができる、そんな機能が追加されております。そしてこの音声でおしゃべりする機能なんですけれども、日本語でもちろん使うことができますので、実際私も使ってみて、本当に気がついたら時間が過ぎてしまったというくらい、スマホのチャット GPT さんと会話を、おしゃべりを楽しんでしまいました。それぐらいとても楽しい機能となっておりますので、それでは実際に使ってみましょう。それでは早速チャット GPT のアプリをインストールして使ってみましょう。アプリにつきましては、この動画の下の概要欄もしくは解説ページにインストール先のリンクご用意しておりますので、そちらからまずはアプリをインストールしてください。はい、アプリのインストール完了いたしましたら、スマホにこのようなチャット GPT のアプリインストールが完了していると思います。こちらタップしてアプリを起動していきましょう。そして最初だけログインが必要となります。で、こちらのログインなんですが、パソコンでチャット GPT 利用したことがあってアカウントを持っているという場合は、同じアカウントでログインをしてみてください。パソコンで使っていた履歴などもそのまま継続して利用することができるようになっております。では、私は Google アカウントで前回も利用しておりますので、 Google アカウントでログインをしていきたいと思います。はい、ログインが完了すると、最初だけこのような Welcome to Chat GPT という表示が出てまいります。これは先ほどもお話ししましたような、パソコンで Chat GPT を使っていた場合、同じアカウントでログインすると履歴の共有ができますよというようなことが書かれております。こちら、Continue をタップして先へ進んでいきましょう。そうすると、この Chat GPT の画面が表示されます。で、いつも通り、このメッセージのところにキーボードで文字を入力して質問することもできるんですが、今回このアプリでご紹介したいのはこちらのヘッドホンのマークになります。このヘッドホンのマークをタップすると音声での会話ができるようになるんです。では実際にこちらタップしてやっていきましょう。そうすると、こちらも最初だけ音声での会話についての紹介画面が出てくるんですけれども、こちらも先へ進んでしまって OK です。Android の場合は Continue という表示が出てくるかと思いますが、iPhone では Choose a Voice と書いてあります。こちらをタップして先へ進んでいきましょう。はい、そうするとこのように5種類の音声から好きな音声を選ぶことができます。で、それぞれタップをすると、 Hey there, I've got a really great Hello, I'm really excited about Hey, I'm ready to Hi there, I just Hey, it's great to meet you。こんな風に音声が流れて実際の声を聞くことができますので、この5種類の中から好きな声を選択してみてください。では今回はこのブリーズの声にしてみたいと思います。よろしければコンファーム、こちらをタップして先へ進みましょう。そうするとこちらも最初だけになるんですが、マイクへのアクセス求めていますという注意画面出てまいりますので、こちらは許可をタップしてください。また Android の場合、通知の許可をしないとこの音声での会話ができないというふうに出てきてしまいましたので、もし通知に関する注意書き出てまいりましたら許可を行ってみてください。ではこのような表示が出てまいりますので、画面をタップして音声で質問を開始してみましょう。では実際にやってみます。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、どんなお手伝いが必要ですか？このように話しかけると少しチャット GPT が考えて、そして返信が声で届きました。そしてこのチャット GPT さん、こちらの要望もいろいろ聞いてくれるんです。名前をつけることもできますし、また関西弁で喋ってというように方言で話してもらうことを設定することもできるようになっております。
では名前をつけたり、また京都弁で喋ってもらうようにお願いをしてみましょう。フォン君と呼んでもいい？もちろんフォン君で結構ですよ。何か質問がありますか？京都弁で話してください。了解やで。どないしたらええか教えてくれんか。京都に旅行が行きたいんだけど、おすすめの場所はありますか？おう、それならウフミイナギ大社がおすすめやで。赤い鳥居が有名やし、景色も最高やで。他にも嵐山や千湯水寺もいい場所やで。どこに行くつもりや？このようにいろいろな要望に答えて、そして音声で返信を返してくれるので、なんだか永遠に会話ができそうな感じではあるんですけれども、それではこちらの画面、まず画面左下のこちらのボタン、こちらタップすると一時停止になります。もう一回タップして再開できます。そして終了するときは×印をタップしてください。はい、そうするとこのように画面戻ってまいりまして、ここまで会話した内容がテキストでこのように保存されております。で、先ほど聞いていただいてお分かりのように、京都弁で話してくださいというふうにお願いをしたら、関西弁っぽい喋り方で返信が戻ってきたりというふうに、とてもフレキシブルにこちらの要望に応えてくれます。そして京都に旅行に行きたいんだけどというふうに聞いたら、伏見稲荷大社がおすすめですよというふうに回答が戻ってまいりました。ちょっとですね、清水寺が新水寺とかというふうにちょっと違うふうに名前がなっておりましたけれども、テキストで見ると、あ、清水寺のことかというふうにわかるんですけれども、こんなふうにこちらの質問にもとてもわかりやすく、しかもフランクに回答してくれて、なんだかこのままずっと会話をしていたいという、そんな印象になっております。では今音声ブリーズを選択したんですけれども、変更することもできます。画面左上のこちらの日本線をタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいりますので、一番下の自分のアカウント名のところですね、こちらをタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいりますので、少し下へスクロールしてスピーチというところ、今ボイスがブリーズとなっております。こちらタップして、そしてまた5つの中から選び直すことができるようになっております。いかがでしたでしょうか。すごい機能ですよね。チャット GPT さんと会話を楽しんでいるうちに、あっという間に時間が過ぎてしまったなんていうことになってしまいそうな、そんな機能となっております。そしてチャット GPT は会話を楽しむだけではなく、いろいろな分野でも活用することができる、そういった機能だと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは今回の動画お役に立ちましたら、高評価ボタン、またコメントをいただくととても嬉しいです。そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひこの機会にチャンネル登録もお願いいたします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら、高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。